とりあえずビデオ回します。100万円を、借金しました。借用書にも母印をして、ハンコがないっつったらじゃあ母印ですって。なんかね、スタッフさんのことはすごい信頼してるし好きなんですけど、今回の100万円ポーン渡されて、この貸しやでみたいな。ちょっとね、最初はね、くれると思ってたんですよ。前の企画の見てくださった方いたら分かると思うんですけど、大金渡すからそれどう使うのみたいなことは聞いてたんで、あ、これやと思って、最初封筒見た時本当に、ドッキリかなとかと思って、いきなり大金渡されたらどういう反応するのみたいな。だからよくあるおもちゃのお札みたいなんとかかなと思ったら、マジ札で、うわ、ほんまにこれ、俺使うんやって思ったら、貸しますんでって、なんでやねん。くれりゃええやみたいなね。それもじゃあ使ってくださいじゃなくて、借りですって、あなたのお金になります、なんであなたは返さなきゃいけませんっつって、まあですね、とりあえずもうしゃあないっていうことにしても、100万円をねどう使いますかね。何も思いつかないんですね、本当にマジで。 漠然としすぎてて、100万円じゃあ何に使えばいいのっていうのが、大きいものパーンと買うべきなのか、とりあえず欲しいもの、難しいですね。何買おうかな。てそうか、なんか今買わなきゃ買わなきゃって思ってますけど、使えばいいんですもんね。なんか他に使えるものとかあったらそういうものにすればいいのか。100万円の借金を急に背負わされた当日に、はい、じゃあこうですっていうことにはなれないんで、一晩寝て切り替えてからどうしましょうみたいな風にしていこうと思います。これもマジで頑張って動画回してる方です。初めてですね、ちょっと後悔、俺がサインを拒否しておけばよかったのかなというか、あそこでちょっと思ってます。 はい、というわけで今日は寝ます。失礼します。今撮影終わって帰宅中です。ちょっとだからいつもと髪型違います。今度の撮影で使う服をちょっと買わなきゃいけないんで、ボンビーガールなんですけど、その服を自由でちょっと せっかくね、バッと入ったんで貸していただこうかなと思います。ちょうどいいやと思って買ってきます。まだ借りる途中なんですけど、ではまた。今自由から出てきまして、それどころじゃなくて雪がすごいっす今。ちょっとね、見えるかな、めっちゃ降ってるんですよ今。見えないと思うけど、お店出たら雪めっちゃ降ってるからマジびっくりしました。まあで、それはいいとして、とりあえず自由でですね、その必要な分というか、これありますかって言われた分は買いました。ちょっと見えるかな、この量自由、ういやばいっすよ、自由で7000円とかかっちゃった。 でもとりあえずね、やってアプリクーポンとかも使ったんですけど、あとなんかね、よくわかんないんですけど、プライスダウンしてるのがめっちゃあったんで、それもちょっと買わせていただきました。今雪が本当に、なんでこれ、ほらやばいですよ、1月。今まで全然降ってなかったのに、今日に限って降るかみたいな感じなんですけど、ちょっとカメラ回してたらね、大変なんで、失礼します。あと何円でしょうね、使い切れなきゃ100万。大変だ。2000円ぐらい、ボルダリングで使います。で、マイシューズ、なんか2万ぐらい、あれ、1万ちょいぐらい。とりあえず、2万ぐらいすると思うんで、それ買います。欲しかった、マイシューズ。よし、めっちゃ食います。ヴィレッジヴァンガードダイナーチキンステーキハンバーガー、いただきます。いたそうす、めっちゃいいのあった。買っちゃいました。しかもね、これ今買ったら特典がついてくるって言われたからこれにしたんですけど、このカバン一緒にもらいました。これ使って登りやす。はい、テイクワン。その上やな、そして。で、サクサク。いけ、おっす、ナイス。で、左足、オッケー、オッケー、オッケー。はい、マッチ、オッケー、ナイス。よいしょい。オッケー。ガンバ、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 絶対いける、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 いける。いける、いける。ナイス、オッケー。
オッケーオッケー、いい感じいい感じ。右足。オッケー。ナイス。ちょっと実はカバンをなくしまして、そのカバンをドン・キホーテで買いたいと思います。買ってきました。でなんとね、これで1990円、安いです。で、まあ、デザインとか何も知らないんですけど、とりあえずこういう仕事してると荷物たくさん求められることあるんで、もう何よりも機能性重視です。めっちゃ入ります。で1990円、2000円です。もう買うしかないということで買わせていただきました。というわけで今日はもうこれを背負って帰ります。はいっす。おはようございます。本日気温15度です。マジ意味が分かんない状況なんですけど、今日はですね、ユニクロに行こうと思います。この前 GU 行ったんですけど、今日何をするかというと、僕がクロスバイク持ってるんですけど、それで新宿まで行ったんですね。これもノリで、別に何が用があるわけでもなく、ただ新宿まで行くと。でその時に GU で買ったスキニーを履いていたんですけど、それがですね破れまして、お尻の部分が。それを補填するためというか、買いに行こうと思っております。ズボンをユニクロに買いに行きます。でですね、それとこれは関係ないんですけど、この前 GU に買い物に行ったんですけど、その時にね、撮影に必要だからと一杯以上買って、次の日に靴も欲しいんですけど持ってませんかみたいな、持ってないですねってなって、でも今後のためと思って買わせていただいたんですよ。それがですね、買いまして結構しました。これも8000円とかして、1万円ぐらいのを僕の友達が働いてるんでちょっと割引してもらって、それでも7000円とか、100万円使わなきゃいけないからいいやと思って買ったんですけど、で実際、撮影の日になって行ってみたら三田さんこれ靴ですって黒色のスニーカー渡されて、あれ僕買いましたけどって、あ実はちょっとなんか違うみたいですいませんって、俺めちゃめちゃ金出したのに結局使わへんのかいっていう風になっちゃいました。撮影自体はものすごくうまくいったんで、そのぐらい本当に、自己投資というか今後の関係のためにも、そういうところで金を惜しむのは良くないと。そんなにへこんではないんですけど、へこんではないんですけど、ただこのアディダスの靴自体はもう靴底剥がれるまで履いてやろうと思っていつもですね、僕スニーカーなんて履かないんですけど、とりあえず履いとくみたいな感じで履いてます。でですね、そのズボン買い終わった後、裾上げして時間があると思うんで、そこでですねどうしようかなと思ってて、カラオケに行くかボルダリングに行くか悩んでるんですけど、それはまた後ほどということで。買ってきました。で、そのうちにだいたい1時間ぐらいかかると言われたんで、その間にとりあえず時間潰しということで、ボルダリングかカラオケにしようと思ってて、ただなんか今ですねカラオケ感と安いらしいんで行ってみようかなと。一人カラオケですよ。行って、ちょっと時間潰そうかなと思います。ユニクロリディ預かることができました。僕の家なんであんまり大きい声出せないんですけど、出前があるじゃないですか。例えばウーバーイーツとか出前館とか、その中にメニューっていう新しい配達アプリがあって、初めて使う人は料金安くなりますよとか、そういう感じがあったんでちょっとやってみようと思って、頼みました。で頼んできたのがこちらです。何かっつうと、はい、お寿司でした。でクーポン聞いて1500円。のこれだけじゃなくて、さらに今頼むともう一品くれる。これがすごい。
これ1品頼んだんですよ。1品1500円で頼んで、そしたらもう1個来てくれました。これもあの全部あのキャンペーン内容なんですけど、たった1500円でマグロ尽くし2つ食えます。なんで今日はこれを食べようと思います。